の高井です。こちらの本です。あなたの9割を支配する無意識を管理するっていう本なんですけど、無意識を音も勝手に補うっていう話がこの中に載ってて、ラジオって知ってますかね。ラジオ、まあそのラジオ番組の人が話すときにジジジジジがブツって切れてて、まあ、中にはそのノイズはねイライラするって人もいると思うんですけど、ただ聞いていてもうちゃんと意味は理解してるじゃないですか。それはなんでかって言ったら頭の中で勝手にそれを補って言葉をつなげてくれているっていうことで、まあそうだね、今の携帯電話はすごい意味通りよくってセリフをよく聞こえるわけですけど、一昔前に、まあ、折りたたみのさらに前、まあ、ピッチっていうんですけど PHS で、まあそういうねすごい古い携帯電話の昔の親戚っぽいやつって思ってもらえばいいです。電波が届かないっていうそのピッチ自体もすごい音切れがすごい悪いというか、聞いていてもブツブツブツって、まあ、ラジオよりもひどいんじゃないかっていう感じではあったんだけど、まあ携帯電話も山の相当奥高いところであれば電波を拾いづらくて聞き取りづらいってことはあると思うんですけど、まあ、行くと機会そんなにないかな、こういう動画世代っていうのは。だからあまりにねその聞きづらいような声音っていうのを勝手に頭の中で補ってくれるっていうの、そういう無意識の話が載っているので、ちょっと読んでみたらいいです。面白いですよ。それでは。